ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、ああ。はい、セイレーンですが。相馬、よく避けたな。でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、RK が何のイニシャルか言ったっけ。カイトさん、くっそ、レッドナイフ。この野郎、そうな。ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと。お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。この間はヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか、カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。
海藤より先にお前を刺しとくべきだったかも。くそ、綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだと。こんな時に無粋だよな。人の店で何をしてる？あんた、ここのマスター？ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのジジイはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる？グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。